な。にわからです。にわかです。高所走行をするためにセンサーの向きを変えました。これにより真横を検知可能です。それでは走らせます。ジグザグすぎます。常に壁が検知されているためまっすぐ走りません。コース上でスイッチを入れると。蛇行がかなり抑えられました。スタート時の壁の距離を記憶してそこから距離が近づいたかで検知するようにしました。カーブを見てみます。壁に当たりました。内側はどうでしょうか。めちゃ当たっています。前に咲くスピードを落としましょう。もっと良い方法があります。こんな時のためにモーターにトランジスタをかませています。これによりセンサの距離に応じてブレーキをかけることができます。制御感が増しました。レッツゴーでも GP チップがモーターの出力を落とすシーンがあるので、動作がより深くなり気分がいいです。通常時の速度やブレーキ、ステアリングなどは全てプログラムで調整ができます。マイコンは取り外し可能なのでセッティング済みマイコンをいくつか用意しておけば、フレームの GP チップ交換によるセッティング変更の再現もできます。それでは走らせます。壁にぶつかる前に減速して衝突を回避しています。内側こちらもクリアです。追ってみます。最後はレーンチェンジです。ご視聴ありがとうございました。コース走行特化型を作るのもありですね。それではまた、のし。